簡単にできる花立ての作り方をご紹介しましょう。使うものはトイレットペーパーの芯、段ボール、そして千代紙です。段ボールは7センチ角に切ってあります。糊をつけて2枚の段ボールを波板が縦横になるように貼ってください。これで強度が増します。15センチ角の千代紙か和紙に糊をつけたら、斜めにしてその真ん中に段ボールを置きます。これを包んでいきます。角のところは四角くなるように箱を包む時のような感じで包んでいきましょう。これで花立ての土台ができました。今度は筒の部分です。もう一枚の千代紙に糊をつけて、トイレットペーパーの芯を巻いていきます。上下に糊しろが出るように巻いてください。最後のところにもう一度糊をつけます。糊しろの部分から内側に折り込んでいきます。しっかりと折り込んでください。最後は両手で形を整えます。反対も糊しろの部分から折り込んでいきます。これで筒の部分が出来上がりました。木工用ボンドを筒の下になる部分に少しだけ盛り上がるようにつけていきます。それを土台の中心に置きます。このままボンドが乾くのを待ちます。これで花立ての出来上がりです。土台に丸い段ボールを使うと、優しい感じの丸い花立てができます。巻きつける紙を変えて、いろいろな花立てを作ってみてください。